うも、千葉です。今日はですね、安い、うまい、でかい、そんな店あったら最高でしょ。サンディ、やりようによったらそうなるけど、違う。今日行くのはこちら。ここめっちゃでかくて安くてうまいね。だからもうデブにはもうもってこいのお店。ほうほう。っていうことでね、今日は行きましょう。ということでね、来ました。安いねんけど、これ多分安さ伝わらんと思う。999円とかやんか、意外に高いと思うよ。量が半端ない。この辺とかももう量が半端ない。これ全部つけれるからね、好きなの組み合わせて。でこのもっと好きやねん定食、もうこれね、組み合わせ前科みたいなやつ。前科ちゃうな、前科やったら取っていくもんな。取っていくやつやで、今日は僕何食べようかなと思ってんけど、お父さんのおすすめいきたいと思います。ご飯取りにね。はい、わかりました。すぐご飯取ってくるわ。よいしょ、できました。っていうて、こちらチキン南蛮と、これはカツかな、今日はなんだろうね、とんかつやね、多分。ほうほうほう。こっちは多分チキン南蛮やもんね。こっちはね、うん、ほうほう。すごいね、マヨネーズのいい香りがするよね。ほんまに。めちゃめちゃマヨネーズのいい香りがする。そう。で、この多分これはカツやな、チキンかな、ちょっと分かれへんけど、うんうんうん。でお味噌汁にご飯ということでいただいていきます。では、いただきます。これめっちゃいい匂いするよ。これ何みたい。チキン南蛮やな。うわー、でかい。でかいな、めちゃめちゃでかい。これすごいね、自家製のタルタルなんやね。うん、呼ばせやな。で、で、とんかつかな。とんかつなのかな。とんかつっぽくない。トントンです。トントンでしたか。鶏と豚の融合です。最高やな。最高。カロリー爆弾だよ、これ。ほんまやな。南蛮ってちょっと酸味がある。おー、そやな。うん、あれ、マヨネーズがめっちゃ合うのよ。あ、このタレがね、うん、ほう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 、もう最高。しかもこれ超肉厚でさ、これ一口で食べれるっていうレベルやん。せやな。これ多分普通にやったらこれ3つ出来上がるかな。せやな、このタルトのデカさな。これが1個やからね。これ愛感じるね。チキンも柔らかいんや。ああ、うん、いいな。うん、なんでこの値段で出せるんと思う。当然ね、ご飯食べ放題からね。すごいよね、企業努力が。うんうん、でね、うん、さっきからご飯がもうないって言って、うんうん、みんな帰ってもらってて、うん、業務用のあのでっかいやつがようある。おあん中に半分ぐらい残って。半分ぐらい残ってたら普通さ、ご飯余るからっていうのにお客さんどんどん入れるはずや。あ、そうや、そうやな。けど、半分残ってんのに、うん、今日ご飯ないねんって。だから今おる人をもてなすっていう、このなんていうかな、優しさがすごい感じた。せやな。あんだけ入ってんの、え、全然ご飯あるやんと思って、うん、今のご時世カロリーオフっていう風潮やん。うんうんうん。もう完全に逆らっていってるからね。カロリーマックス。せやな。うん、カロリーオフ。確かにオンやけど、うん、揚げ物上マヨネーズをかけるっていうのも超オンやん。せやな。で、もう衣なんて温中の温やん。で、ご飯食べ放題、もう完全に出来上がるよね。炭水化物もしっかり取りなさいよって言うやん。うん、地元に愛されすぎ。せやな、ほんまな。部活外によく多いね。あ、食べ盛りのね。うんうんうん、おう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 。なんか、あるんちゃう、金曜日はみんなで何屋食堂行くから、おかん、ちょうどいいよ。あるかもしれない、うん、いいよいいよみたいな。で1000円みたいな。高校生が、うん、600円ぐらいで納めて、うん、400円ちょろまかして1000円使ってきたでええ、うんうん、それはできる。ここやったらできる。600円の定食でも多いし、ご飯食べ放題やし、一番安い定食を探し出して、うん、味噌汁と米とそれだけでいく。やってるかもしれない、うん、僕な、うん、キャベツは正直あんまり好きじゃないけどね、この状態になってキャベツめっちゃ好きやん。あー、マヨネーズとソースが絡んだこれね。そうと、あとこの揚げ物のエキスがこう絡んだこの弁当の下にあるやつや。おうおう、これ実は好きやん、クタクタのやつ。うん、安いや。
ほんまに安いな、うん、ほんまに見てこい、デブデブコーティング、ほんまや、めっちゃテカってるからね、うん、おいしいの、具沢山すぎやろ、見てバレたバレたな、具沢山すぎやろ、坊ちゃんこれわかめ好きやろ、うん、めっちゃ足しといたから、うん、え、全然いけるよ、いける、うん、よかったよかった、あの動画どっちでいくか分からんけど、赤だし4杯飲んだからな、おうおうおう、全然いけるよそれからしたらマジ、うん、もう全然いける、うん、うん、お腹いっぱいになってきたよ、でもご飯もう一杯ぐらい食べるやろ、やめとこう、だってこのお肉の量に対して入ってないや、うん、足りないやろ、バランスがおかしいやろ、うんうんうん、よし、行こう、いってらっしゃい、うん、芝は不正するからな、お前ですか、すごい、さっきまであんな気あったのにで、何これ、なんで取りに来た、いや、芝は苦戦するからせーってあんだけあったのに、なくなってたよ、びっくりやで米なしか、米なしなマンスだ頑張れ、ほんまになくなってんよびっくりすんな、うん、ほんまさっきあんだけあったのにな、うん、つい15分前半分あったんやね、あったな、これが売りやからね、あ、そやな、そやな、うん、しかも金曜日の夜やしな、今日食べて明日明後日家にこもって何も食べない、うん、それはないないないそれはないない、人間はできへんから、中減るから、ある意味冬眠に入る前の栄養つけにここに来ていやけどさ、ここでそんだけ食べたらある意味体力奪われんで、お腹いっぱいついてかい、せやな、ね、次の日食べ過ぎてさ、うん、芝やないか、完全に芝やぞ、そうや、そうや、過度に食べるとナイトのそうなのにや、あ、食べて、もうご飯ないんだから、このウロンちゃんし最後の一口や、可愛く言って、最後の一口、いただきます、でか、無理でかすぎて、でかすぎて、わらかさん取ってくれる、多分僕のスペックは顔面のでかさにだいぶ持っていかれたから、ほうほうほう、この顎の顎関節とか、うんうん、その辺のスペック低いから可動域少ない、ああそういうことか、ほんまにタバコやめた時に、うん、ガムばっか食べるやん、うんうん、で、もう顎が痛くなって、おうおう、噛まれへんくなって、おう、病院行って、おう、なら、まあ、顎関節症って、まあ、診断されて、おうおう、で、お医者さんと喋ってる、おう、でも、兄ちゃん顔ごっついのに顎弱いねんなー言われてさそうなんですよって言ったけどさ、うん、地味にひどくない、ひどいだ、地味にディスってるからね、立派な頭蓋骨してんのに顎弱いねんな、なんでもいけそうやけどなぁ言われて、いけるかいけるかいけるか、こっちはなガムでなっとんねん、ほんまいろいろせよ、うん、ごめんなさい、甘いさ、怖すぎ、ごちそうさまです、美味しかったです、名前だっけ、26忘れてた、良心的、さあ行くで、みんなが助けを待ってるで、人助け人助け、そんなことしてたらな全部言っちゃう、本当に今日だってね、揚げ物にマヨネーズにご飯に、あとやたらわかめの多い味噌汁で、完全にサンディの店員さんに変な目で見られちゃってるよ、もうちょっと喋らんから、完全に僕変なやつ。
変な人を僕だけにすんねんな。うん、そういうことやな。分かった分かった、うん、お疲れ様でした。本日もありがとうございました。ひどいよ。かわいい。かわいくない。